こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。引き続き同じ14日に収録してるんですけれども、先ほど取り上げた、動画の配信順になるときっと昨日取り上げた熊谷高校男子校の続きで、熊城も取り上げて、そろそろ、このシリーズですね、合格、大学合格実績のお話もあと抜けてるところを少し補いつつでおしまいにしようかななんてお話をしていたんですけれども、熊城も、この資料を見つけてきましたので、お話ししていこうと思います。で、やっぱり女子校と男子校だと、だいぶ話が違ってくるというか、特色が見えるなっていうところで、その辺を中心にお話しできればなと思います。で、女子校の特徴なんですけれども、あまり地方へはやっぱり行かないよねっていうことで、お父さんお母さんの立場からすると、女の子を一人暮らしで遠くへ手放すっていうのはやっぱりいろいろ心配なところは出てくるのかなっていうところで、関東を中心に大学選びをしているんじゃないのかなっていうところが見て取れます。とはいうものの、全くいないかというとそういうわけでもなくて、国立大学を狙う上位層になると、やっぱり富山、山梨、信州、福井、この辺は、見ていられます。1名ずつ2名1名ずつぐらいですかね。あと信州大学が2名っていう形でいます。であと、上位層としては名古屋が出たり出なかったりっていうところがありますので、名古屋大学まで頑張るお子さんだと、お父さんお母さんとしても安心して、遠くへ出せるお子さんなのかなっていう気がします。で、通えないところだと福島なんかも通えないと思いますので、この辺も一人いたりいなかったりっていう年度が続いていくっていう形なんですかね。ですの でこの合計の数字が例年ほぼ横ばいで、だいたい50人を超えるところから、今年はちょっ と合格者が多くて61人ですか、っていうところまでですので、熊谷女子に入ったら上位50人あるいは60人ぐらいをめどに、そのぐらいの成績で頑張っていくと、国立大学の芽が出てくるよっていうところになってきますので、そこはぜひ、一つの基準にしていただければなと思います。で、私立大学の方なんですけれども、ここに総計上理がまとまって、上から4つ、書いてあるんですけれども、人数的にはそんなに多い数字ではないです。特に現役に絞るとこういった数字5人、0人、3人、1人っていうことになってきますので、総計上理を狙うお子さんっていうのは、熊谷女子からではちょっと厳しいのかな。この少ない数字を考えると、例えば先ほどの名古屋を受ける狙ってたお子さんなんかが、滑り止めというか、併願校というかっていう形で、この辺で1つ2つ、合格を勝ち取ってるんじゃないのかなっていう想像をすると、私立のこの上位層を第一志望で考えて合格を取ってくるっていうお子さんよりも、教育方針としてはこの国公立大学を目指すお子さんの上位の併願校っていう形の位置づけなんじゃないのかなと思います。で、次第のボリューム層がまず、Gマーチのあたりですね。ここが次が Gマーチがここへ並んでるんですけれども、ここに一つボリューム層2桁合格がずらっと並んでいる層がありますので、上位層、国立を狙うのが約50人、その次の層でここに、併願もしているので、話半分ぐらいに見ても、ここに 2,30 人、多くても40人ぐらいが次の層で、この辺を狙っているんじゃないのかなっていう想像をします。で、当然男子校と違って女子校の場合には女子大っていう選択肢がありますので、ここに女子大があります。で、階層がどうなっているかっていう形で、階に目を移していくと、男子校だと、大東亜帝国あるいはそれよりもさらに下っていうところの大学が、見受けられるので、
まあ、昨日取り上げた、熊谷高校だと、まあ、地元の、まあ、歴史のある有名校ですので、熊高に入ったんだったら、まあ、将来希望が持てるよねって将来楽しみだねなんていう話だったのが、蓋を開けてみて大学入試っていうところになってしまうと大東亜帝国以下みたいな話になってしまうとがっかりだよねっていうところがあったんですけれども、女の子の場合はやっぱり熊谷女子に通うような、お子さんだと日々コツコツやるっていう勉強習慣があるのが一つの原因だとも考えられますし、あるいはこの栄養関係、女の子らしい進学先ですよね、栄養関係で、決めていくっていうところがありますので、あまり、よく言われる、大学群ですとか偏差値ですとか、そういったところにこだわらない進学先に、の選択肢があるので、まあ、大東亜に進むっていうお子さんは逆にいなくなっていくっていうことになっていくんじゃないのかな、そんな感じがします。あと女の子らしいっていうところでは、ここに並んでるのが、看護系なんですね、東京慈恵医大、あとは自治医大、日赤看護大、順天堂、あと一番下もそうですね、京林大ということで、看護系の人数がここに、これほぼ全員現役ですので、現役で合格していくよということになっていくと思います。ですので、上位国公立で50人で、総計上利はまあその併願校というか滑り止めで、マーチを狙う層が次にまあ30から40人いて、ここまでで100人弱でプラス女子大を狙うお子さん、あとは、もう一つボリューム層的にあるのが、ちょうどこの辺りですね、まあ、文教大は地元埼玉なので、人数的には膨れ上がると思うんですけれども、成蹊、成城、武蔵大、この辺が少しいて、で、偏差値的に下の方といっても、日東駒線この辺で止まる、あとは独協大学がやっぱり、越谷にありますので、熊谷からだと同じ県内で通いやすいよねっていうことで、ボリューム層になってくるんじゃないのかな、そんな気がしています。で、先ほどの女の子らしいっていうところで看護系のところですけれども、国立看護大っていうのが1人、あと、防衛医大が1人っていうことですので、こちらはまあある意味、志を持って、受験に臨んで、まあ、こういう選択をしたのかな、まあ、実際に進学しているかどうか合格者なので、合格しても行ってない可能性もありますので、何とも言えないところですけれども、まあ、私のイメージですけれども、京林大っていうと、東京武蔵野の方にあって、パルテノン神殿みたいな素晴らしい校舎が外から見えるようなレンガ造りの、そんなイメージで、学費も目が飛び出るぐらい高いっていうイメージなんですけれども、そこと比較すると、例えば自治医大だと、卒業後に、まあ、お礼奉公じゃないですけれども、その道で、まあ、系列の病院等々ですねで働くことによって、まあ、5年とか10年とか縛りがあったと思うんですけれども、働くことによって、学費がまあ半額とかゼロとかになったと思います。そういう形で、経済的な面が随分違いますし、もっと極端な例を挙げると、防衛医大だと、給料をもらって勉強をして、看護婦さん、看護師さんですか今は、看護師さんになるっていうことになりますので、経済的には、まあ、京林大学へ進んで、学費をいっぱい払うのか、お金をもらって看護師さんになるのか、あるいはまあ自治医大みたいな形で、系列の病院で働くことによって学費が、まあ、タダになるみたいな形になっていくのか、いろんな道が見えてくると思います。で、こう考えると、熊谷女子ですね、熊谷女子の、に入学した女の子の、まあ、上位100人ぐらいに入っておけば、いろいろな選択肢が見えてくる学校だよ、
逆にそこからこぼれていってしまうと、まあ、女子大をどう見るのか、あるいは、地元の文教大、独教大あたりを考えるのか、日東駒線が狙えれば、まあ、御の字って考えるのか、そんな感じのレベル感で、検討していただければいいんじゃないのかな、そんな感想を持っています。言い残したことはないですね。では今日の動画はここまでです。ぜひ、チャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。